大きな拍手でお迎えください。フェアリーズの登場です。リリースイベントをここ名古屋で行うことができて嬉しいです。来てくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まず最初はこの曲です。聴いてください。 Kiss Me Babe。 Don't you want to want to want to 好きだった。気はするから黙ってないよ。思ってることを話して、あ、君の考えてること何でも知りたいんだから、ずっと二人でいなんていじめてばっかりけど、でもね、そんな君の優しさからも本気で大好きなのよ。
ーション。精一杯最高のパフォーマンスにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、井上
りかこです、名古屋ということで、まあね、昨日はね、手羽先をね、そうなんです、食べに行ったので、はい、ちょっと名古屋パワーが今みなぎっているところで、残りこの部は1曲となってしまうんですけれども、この次の曲で名古屋パワーをもっともっと発揮できればいいなと思っていますので、皆さんも盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、下村美希です。今日でこの喪失オアイディスネーションのリリースイベントは最後ということで、もう終わっちゃうんですけど、もう最後なので皆さん思いっきり盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、とももかです。ここの会場すごいですね。こんな横から、前から、それから上からね、しかもあっちまで、ありがとうございます。見えてますよ。まあそうですね、ここでちょっと前の方で見えないって方もジャンプとかなんなりして一緒に楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、林田まひろです。あれはい、林田まひろです。今日でリリースイベント最終日なので一番盛り上げたいと思います。皆さん盛り上がる準備できてますか？もう一回できてますか？盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。藤田メディアです。今日はね、名古屋最終日、皆さんね、名古屋の人もそうでない方も来てくださってると思うんですけども、私たちもね、土入りは楽しみにしてきたので、今日は一緒に楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、はい、そしてね、はい、まあ、私たちフェアリーズは、はい、昨日名古屋に来たんですけど、そうですね、なんかね手羽先とか食べた？いいですか言って。ちょっと事件、言っていいですか？これは事件です。まあ私とまひろとももかとみきちゃんとりかこは手羽先食べました。食べました。で、なんでミリアが食べてないのかって話なんですけど、そうそうそう、昨日大阪から名古屋に向かってる新幹線の中でですね、うん、はい、まあ無事に名古屋もうすぐ着くっていう頃にもう扉が開いて、うん、名古屋駅です、はい、あれミリアがいないみたいなになったんですよ。そうなんです。で、まあ、はい、いないから、さっきまで本当、さっきまで一緒にいたのに、マネージャーさんとミリアと私でずっと喋ってたのに、いきなりトゥン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 みたいな、そうそうそうやつの、めっちゃ上手上手できるから、そう、で、前にいなかったんだよね。だから、いなくなったから、どうしようってなって、とりあえずもしかしたら可能性の一つとして、うん、まあ、トイレがどっかに行ってて、でもなっちゃったから、もう先に慌てて外に出た可能性があるなと思って、キャリーとあとバッグを持ってうちら降りたんです。でもミリアはいなかったんですけど、で、どこにいたかっていうと、新幹線の中で名古屋駅に着いたにもかかわらずずっと歯磨きしてたらしくて、で、そのまま新横浜まで行っちゃって1時間もかかんないね。だからうちらはその間にもホテル帰って、その後晩ご飯食べに手羽先食べたりとかしてましたけど、はい、ミリアはずっと新幹線の中でもう新横浜からまで行って、そこからもう一回名古屋まで戻ってくるってやつをやってた。しかもね、ずっとねミリアと LINE してたんだけどね、ミリアに今どことか聞いてもなんか答えがちょっと会話になってなくて、多分テンパってたんだろうね。で、なんかみんなにごめんって伝えといてって言って、写真付きでこう新幹線の座席と一緒に後ろ誰も乗ってないんですよ。もうミリア一人しか乗ってなくて、もう本当にびっくりしました。ごめんって言っといてって言って、こうやって写真載せてくる時点で全然反省してないです。本当に思ってんのか。まあでも無事ね、昨日のうちに着けたんで、こうやってイベントに出てよかったですよ。どうなのか、今日ミリア欠席のはずもあったかもしれないですね。そうだね、良、ね、かったですね。というわけで ね、メンバーみんな帰ってきたということで、はい、早速次の曲に行きたいと思うんですけれども、はい、次に披露する曲はですね、7月15日に発売になりましたフェアリーズの新曲の相思相愛ディスティネーションです。はい、この曲がですね、すごくキャッチーで、そしてロックな曲調になっているんですけれども、まあ、みんなで盛り上がれるポイントが、まあ、いくつかありまして、こうトン、ちょっとトン、はいっていうね、こういう手拍子が出るところや、一緒にあっ、こうやって掛け声するとことか、あとはね、まひろが可愛いセリフを言うシーンがありますので、そこはね、もしそのセリフを言ったら、みんなでふーって言って盛り上げて
もらえればいいなと思うんですけど、名古屋の皆さんどうかな、ふーって言ってくれるかな。どうだろう、名古屋は試してみますか。練習してみます、一回しちゃいましょう。じゃあせーのって言ったら言ってくださいね。せーの、ありがとう。あれ、ありがとう聞こえちゃったけど、あ、でもフーじゃなくてもいいです。もうなんなら、もうなんでもギャーでもフーでもありがとうでもなんでもいいんですけど、あの盛り上がってくれればなんでも OK です。心のね、そこからの声だったらなんでもいいです。応援でもいいですよ。やめてやめて、なんか私のセリフなんかダメだったみたいな。気持ち悪かったみたいな。皆さんぜひ心の声、心の叫びをその時に言ってもらえたらなお盛り上がれるんじゃないかなと思ってます。皆さん盛り上がる準備 OK ですか？それじゃあ盛り上がっていきましょう。ソーシソアイディスティネーション、
ありがとうございました。はい、この後はここで握手会を行います。皆さん握手会にもぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな握手でお送りください。ベアリーズでした。ありがとうございました。はい、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。